捕まえた。うわあ。どうなる？お、ルナちゃん。お兄ちゃん遅いな。帰ろうかな。帰ろうかな。お兄ちゃん置いて帰ろうかな。帰ってテレビ見ようかな。ちゃんと帰ってこられるのかな。心配、めっちゃ心配いっぱい。おっぱいいっぱい。お、私とお兄ちゃんは赤い糸で結ばれてるんだもん。絶対帰ってこられるよね。お兄ちゃん。お、どうした？道が導いてくれてるのよ、ルナ。マジかよ。すげえな。ルナちゃんの力すげえな。まだ来てる。あ、ルナちゃん。そっちか。ルナ。おお、バリバリ見えてる赤い糸。ノエちゃんもめっちゃ追いかけてきてる。諦めろ。置いていたお前やろうが、勝手に行ったお前やろうが、めっちゃしつこい。まだ来るんか。あー、連打ゲーが始まった。ノエちゃんと人魚ってが、人魚だ、呼びだ、人魚だけじゃ。人魚すごい顔してる。人魚もこれから人に食らおうとしてるような、そんな顔してる。ごめんね、てるくんはね、君みたいに肉食系はタイプじゃないんだ。どっちかというとおとなしい子の方がタイプだと思うんだ。ごめんなさいね。出口だ、来た。ノエさん、くそ、こんなノエさんとは結婚できないよ。うわあ、帰ってこれた。おわ、まだ来る気？に、人魚か。あ？あ！追いかけて来ないのか。やったー！水の外からはさすがに出れんわ。やったー！へいへい、バカめ。ここまででおいで。お尻ペンペン。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。水の底へ潜っていった。何の笑いだったんや。そうか、自分の夢から出るつもりはないのか。助かった。だけどあの笑顔の意味は何だ。何か勝利を確信したような感じの声だ、感じだった。ルナは、ルナどこだ。え、なんでゴリラできたん？あ、あなたは、まさか、私だよ、お兄ちゃんとか言うだけ。ルナは？いや、ないよな。そんなことないよな。あの人の気配を感じる。え？その下にいるのか。で、行くの？行っちゃダメだ。その先は恐ろしい人魚の夢なんだ。あなたを見てるこの夢とは違う悪夢なんだよ。それにあなたのご主人は人魚にここを奪えてしまった。そんな人のためにもう苦しむ必要はないんだよ、おばあさん。坊や、わしはな、どんな結末になろうとあの人を探し続けていたのじゃよ。人魚にここを奪われたことも知っておった。あの人魚への嫉妬欲に覚えた愚かな人だったが、わしはここで見続けていたのだ。
死してなお再び出会える夢を。所詮夢じゃろう。あ、そよい、ルナちゃんは？そしてルナちゃんは？老婆は人魚の夢へ落ちていった。長手におなり、一人で主人の帰りを待ち続けた老婆。主人の居場所を見つけ、彼女の停滞した時間は動き始めた。そして廃旅館の夢は消えた。ルナちゃんは、結局誰も助けられなかった。誰も。帰ろう。ルナ？いや、おい、本当じゃ。いやいやいや、今さらやろ。お前、今さらやろ、お前。ルナちゃん探しちょってやろ、もう、あのゴリラと会うまではよ。いや、もう今さらやろ。でも、ルナちゃん、どこ行ったん？助けるどころかさ、さえもう唯一の肉親の妹まで、失った感じになるやん。もうこんなんじゃ、ルナ。いや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 、それだけ、どこにおるかだから探すとかそういうんじゃなし。いや、探せんのか。旅館の夢がなくなってしまったけん。ルナ、お前もどこに行っちゃったんだ。あ、あ、お、おお、まだおるんか、この先に。あ、お、あいつ生きてた。は、生きてたんだ。なんか、何これ、なんかすごいんだ。あ、あ、もう分かってたけどね、生きてたか。え、あ、レコの方のルナ、お前無事だったのか。あ、ちょっと口元がゆる、え、笑ってる。この先におるんかな、ちゃんと。ああ、思ったより身長高かった、ルナちゃん。おかえり。おかえり、お兄ちゃん。ルナ、は、夢の中の人たちは助けられたの？ダメだった、ダメだったよ。誰一人助けられなかった。誰も、ナエさんも。そっか、助けることはできなかったかもしれないけど、お兄ちゃん頑張ったよね。悲しすぎるだろこれ。結局何も、誰も助けることができなかったみたいなエンド。廃旅館にかけられた呪い、人魚への色欲に溺れた旅館の主人は永遠の罰を受けた。そして残された老婆もまた主人を探し続けていた。老婆は主人と囚われた人魚の夢へ落ちていった。果たして再会することができたのだろうか。あと、のえちゃんのおっぱいは何カップだったのだろうか。
だが人魚の利用は終わらない。鱗の仲間を利用したあの女と同じように呪いの正体を探ってはならない。人間は決して深追いしてはならないのだ。いつか旅館の関係者が再び夢を作り出した時、あの悪夢への入り口が開かれるかもしれない。かつての占い師夢見美子は語った。私の力は呪いの元気を出すことはできない、と災いの一端を見てそこから逃げられるように伝えているだけなのだと。その子供テルとルナもまた逃げる力しか持っていないのだ。というわけで、なんともグッドエンドとは言えないような終わり方をしてしまったわけで、なんか今回ボイス多かったぞ。次の日の頃にはボイスは特にほとんどなかった、ほとんどあったけどさ、それ以上にボイスの量が増えとったな今回。にしてもこの次の日の頃もそうだったけどさ、結局バッドエンドで終わるみたいな話多いな、このゲーム作者さんは。本当に人魚が笑っとったわ。なんで、めぇーのえちゃん、もう人魚仲間入りだね。次回へ続く。まだなんかあるんか人魚に関して。次回第2話やな。というわけで今回色欲夢見てるは夢見てるの第1話が完結でございます。第2話がまだあるんやな。第何話まであるか知らんけどさ、これ完全に人魚がまた出てくるよね後日。あとノエちゃんも出てきそうな気がするんよな。でも第1話で人魚事件やけんさ、今度何事件になるんだろう。まだ違う話だと思うけど、さあまだちょっと第2話が公開されてないけんな。この収録した時はもしかしたらアップする頃にはもう第2話出とうかもしれんけど、まあ第2話もやっていきたいと思います。まあいつになるかわからんけど。というわけでまあとりあえず今回色欲の第1話完結というわけで、また第2話ができ次第そっちもやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。というわけで週上げ。